藤井さん、今、三沢さんの前でどんなお言葉かけてきましたか？最初の電話うちの、ホリプロお笑いライブに、うちの松竹梅さんという先輩の梅さんの関係で何度か来ていただいたのが出会いだったんですけど、その時はまだ梅さんに誘われてプロレス見に行って、その後の打ち上げとかでも参加させていただいたんですけど、何もまあ、もう憧れの方なんで何も喋れなかったんですが、ノアを旗揚げするぐらいからちょうど2000年、僕も2000年から三沢さんのモノマネを始めまして、もう許可、三沢さんのモノマネやりますよっていう許可はなく始めたんですけど、次の日お電話いただきまして、ちょっとふざけたモノマネをしてたので申し訳ございませんと言ったんですが、面白いから許すということをいただいて、そこからもう許可をもらったからもうやっていいんだということで、2000年、神奈月さんもずっとプロレスラーさんのモノマネしてましたけど、本当プロレスラーのモノマネっていうのはどこも認めてくれるところもなく、地道にやっていた中で日本テレビさんの生放送、お正月の生放送とかでも絡まさせていただいたり、全て受け入れてくれる三沢さんがいて、今でも三沢さんのモノマネをするのは、バラエティとかそのリングでするのは本当に何でしょう、おこがましいというか、中途半端な部分なんでしょうね、やってはいけないモノマネではないかと思いながらずっとやってきましたけども。